はい、こんにちは。今日は、人間関係の地雷ポイントっていうところで、お話をしていきます。どうでしょう、皆さんこう友人ですとかあるいは、恋人の方との関係をこう持続させるためにこうどんなことをこう取り組んでらっしゃいますかね。こう、まあ、特に恋愛のご相談をいろんな人から受けるケースっていうのもあったりしますので、そういうことでこう回答をこういろいろしていく中でやっぱり人間関係って信頼を積み重ねていくのってものすごくコツ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 したことが大事になってくるんですけども、その一方で一瞬で崩れてしまうっていうのもまた人間関係の脆さ難しさっていうところなんですね。例えば金銭トラブルとか、浮気とか、それからまあちょっとした小競り合いとかみたいなことで一瞬でこうガラッと崩れてしまうと、じゃあどんな風にしていけば人間関係っていうのをこう持続させることができるのか、友人なら友人、恋人なら恋人っていう感じですね。でできるかっていうことをまとめた研究結果がですね今日出ましたので、それを紹介していきたいというふうに思います。で大まかにそういったその人間関係をうまく長続きさせるためには、まあ、仮説として相手のその金銭つまり地雷に触れないようにすることがポイントだっていうのが、まあ、一つ結論として出たわけなんですよね。一体その地雷に触れないために一体何をしたらいいのかっていうと、よく言われるのが相手の性格をとか行動を理解することっていうような話が出たりするんですけど、まあ、残念ながら例えばあの人は外向的だなとか人見知りだな内向的だなとかっていうのは、まあ、それは大まかな性格だけで、その把握っていうだけではなくて、きちんと相手がどんなことをしたり言ったり考えたりすると嫌な気持ちになってしまうのかっていう、その金銭地雷っていうのを知ることの方がはるかに大事ですよっていう、まあ、結論が出たわけなんですね。じゃあその、金銭に触れるポイントって何なのか、地雷を踏んでしまうポイントって一体何なのかっていうことを考えた時に、まあ、定番になる大きく5つのポイント、そしてその5つのポイントの中に、まあ、10個から20個くらいの項目がそれぞれあって、計、まあ、70個以上パターンっていうのが、見つかりましたので、それを今日はご紹介していきたいと思います。ただ70個を超えるっていう話なので、今回これシリーズ化して5つポイントがあるって言いましたので、その5つのポイントを5回シリーズに分けて、今日はその第1回目ということで1つ目をご紹介していきたいと思います。ですので皆さんが知らず知らずのうちに、あれなんかこの間あの人と喋った時よりもなんか嫌われてるなーですとか、あるいはあの時はあんなに楽しそうに喋ってくれたのに今日すごく暗いなーなんていう風に思うことっていうのもあると思うんですけど、それはもしかしたら今から言うようなポイント、あるいはこれ以降のパートで伝えるようなところで、もしかしたら皆さんが踏んではいけない地雷をこうポンドンでしまった可能性もありますので、見直しをしていただけたらと思います。逆に皆さんが人間関係でどう接したらいいのかなとかっていうのをドキドキしている場合であれば、今から言っていくようなポイントを押さえていって、それを踏まないように注意をして、人間関係、まあ、そこまで気を使うかどうかっていう、相手でもあるかどうかっていうこともあると思うんですけど、まあ、そこっていうのを注意していくと、そつなく人間関係っていうのはうまくこう長続きさせていくことっていうのができますので、ぜひヒントにしていただけると非常にいいかなというふうに思います。ということで、今回は5つあるポイントの中で、まずは、他人の行動に関する地雷のポイントということでご紹介をしていきます。これが一番量として多いんですよ。量として多いので、まあ、できるだけスッキリとまとめてやっていこうと思います。まず1つ目、他人の行動に関する地雷ポイントって何かっていうと、あなた自身がその相手に対してやってしまうと、なんだこいつ鬱陶しいなとか面倒くさいなとか嫌いっていう風に思われてしまいますよっていうポイントです。で、一つ目が頑固さです。要はあなた自身が、いや私はこう考える、これが正しい、絶対これじゃダメだっていう風に自分の考えを曲げないっていう風な態度を取るとイライラしてしまう、それが地雷ポイントになっていませんかっていうこと、頑固さっていうことですね。それから臆病さ、これは何をするにしてもビクビクしてたりとか、シャイでこうなかなか発言をしないと、で何々ってどう思うっていう風に聞かれた時に、私わかんないみたいな風に言ってしまうと、いやいやいやお前だからなんか言えよっていう風にこうイライラしてしまって、もういいって、もうお前にはもう二度と声かけないみたいな風になってしまうと、まあ、こういうポイントですね。それから、次に礼儀知らずですね。例えばプレゼントをもらいますとか、ちょっとドアを開けてくれましたとかっていう時に、ありがとうとか、あすいませんとかっていう一言を言えるかどうかですね。言わずに大体ペコとか、だからよくあるじゃないですか、エレベーターとか
でボタンを押して待ってあげてたりとか、何階ですかって言ってこう12階ですとか13階ですとか言って、で降りる時もこうボタンとか押してあげてるので、入る時は何も言わず出ていく時も何も言わず、なんかそれをしてあなた当たり前でしょみたいな態度でこう入ってきたり出て行ったりとかって言うと、イブラーってくるじゃないですか。あんな感じです。あんな感じのことをやってしまうと不人間関係一でボーンと崩壊してしまいますよという、そういうことです。それから4つ目ですね、自己犠牲ですね。まあ、自分がこうしたいなああしたいなって言うんだけど、いや何々さんのために私はそれを我慢しますとか、ちょっと恩義せがましい感じ、自分のことを犠牲にしてまで、人のために動きますよっていう、それが素だったらいいんですけど、明らかに演技してるようにあなたっていう風に見えられてしまうと、まあ、それもイライラポイント、いやもうなんかすごい重いからもういいわっていう風になってしまうっていうことなんですね。それから5つ目、挑発や、なんかこう無駄に不要な争いとか無駄な喧嘩が好きだったりとか、なんかちょっと喧嘩を吹っかけるような一言をこうかけるようなこと、これもイライラしますよね。いちいちお前になんかそんなことをこう言われるのって腹立つわみたいなことになってしまうんですよね。それから、6つ目に目立ちたがりや、注目を引くために、うわ俺も今日全然寝てないんだよねとかって言って、え大丈夫ですかっていう声をかけてもらうのを待っているとかですね、はい、あるいはちょっと怪我しちゃったんだよねって、大した怪我じゃないんですよ、よく見たらどこ怪我どこしてんですかくらいのやつなのに、ちょっとここ痛めちゃってさって、大丈夫ですかってまた声をかけて、まあ、ちょっとそういった目立ちたがりやですね、あるいはこうわざとちょっと大きな声を出して注意を引くとか、そういうことをしたがるよね。でだんだんそういうのが繰り返されていくと、うっとうしいなとか、どうもまた寝てなくてなーってこと、はいはいみたいな風に思われてしまうという、まあ、そんな感じです。それから、続いて何番目までいたか分からなくなりますからね、不正直ですね、まあ、嘘つきとか、まあ、物事を大げさに話すっていう人ですよね。芸人さんは面白おかしく話すために嘘はつかないですけど、ちょっとこう起こった出来事を大げさに話すっていうことあると思うんですけど、これを一般の人たちが日常会話の中でやってしまうと、残念ながら、嫌われてしまう可能性が高くなりますよっていうことですので、真面目な話を、そして事実通り喋ることっていうのが大事なポイントにもなっていきます。それから自己アピールですね。なんか自分をなんか必要以上によく見せようと、これなんかだから、言い方変えるとぶりっ子とかみたいなところにも近いんじゃないかなというふうには思うんですけれども、まあ、そういうポイントですね。自己アピール、自分の実力とか、実績以上に目立たせて、話をするっていうのが、まあ、これ一つ問題になってきますよというところです。それから不誠実、まあ、これは不正直のところと一緒なんですけど、いわゆるお世辞を言ったりとかですね、思ってもみないようなことっていうのをこう相手に言ったりとかしてしまうと、なんかこいつわざとらしいなっていうふうに思われてしまって、残念ながら逆に嫌われていくと、いや部長すごいっすね、いや部長の発言いつも会議で勉強になってますみたいなことをこうわざとらしく言うと、まあありがとうってこうね、言いながらも、こいつ心にもないこと言いやがってってパーンってなってしまうということです。それから、不尊ですね。不尊っていうのは尊敬の気持ちを持たないのに、あ何々さんとリスペクトしてるっすみたいなことを言ったりすると、分かったからってなってしまうということです。それから、まあ、寛大すぎと、悪いことをした相手に対しても許すっていうのをこう度が行き過ぎているって、誰が見ても明らかにそう思うものであっても、まあまあ許してあげようよってなると、逆に鬱陶しいと言いますか、いやいやそこは注意しないといけないでしょうっていう風になってしまって、逆に人が離れていってしまうという感じです。それからジャッジと、これは判断ですね。相手が、やっていることっていうのをすぐに批判したりとか訂正しようとしたりするやつ、私これ何々今から始めようと思うんだよねって、いやそんなことやめといた方がいいよとか、いやそれするんだったらこっちから先に始めた方がいいよっていうようなことをやろうとしていることを、その人自身がやろうとしていることをちゃちゃ入れて、いやこっちの方がいいですよってこう修正をしてしまうというような人はこれ嫌われますというところです。それから次に不信感ですね。不信感っていうのは相手を常に疑っているような人、要はまあ単純に言うとその騙されないけど人を信じることっていうのは大事なんですけど、何かしらいろいろと、いやあの人はこういうところがあるからって言ってもいろいろ疑ってしまうっていう人は、もうだんだん人間関係が疲れてきてしまう。疲れるのはちょっと人と付き合いたくないじゃないですかというような状況になってしまうので、ここも注意ですよと。それから、自己卑下、本当例えば、まあ、仕事とか勉強してていい成績残してますってなってもそれを認めてくれないと、イライラしてしまう。だから際限なくもっともっと求められてくるとだんだん疲れててしまうので、自己卑下っていうのも良くないですよと。それから、逆に今度は承認欲求ということで、他人に認めてもらおうと思ってなんかもう必死こいて、まあ、ある種目立ちたがり屋みたいなところですよねっていうのも問題ですよと。
それから、穏健すぎる、先ほどの寛大すぎるっていうのと一緒なんですけれども、まあ、他人との衝突量は喧嘩とかを起点にすることも良くないから、常に自分が引いてしまうタイプ。本当は自分が意見を押し通すべきポイントにもかかわらず、そこを引いてしまって、なんか弱々しく見えてしまうと、いやこの人と付き合ってたらなんかちょっと不安だなっていうふうに思って離れていってしまうというような結果になります。それからまあわがままですよね。まあ、自分のことしか考えないわがまま。いや私はこう思うからみたいなことでわが、まあ、これは頑固とはまたちょっと違うんですけど、頑固っていうのはその意見が衝突したときに、自分の考えを貫き通すっていうところなんですけど、わがままっていうのはそもそもその相手と比較して言うのじゃなくて、お私だけが正しいみたいなこう言い方になってしまうような人たちですね。はい、そういうことをやってしまうとグーっていうことです。それから、続いて空気を読まない、場の空気をめちゃめちゃ壊しまくる、いわゆる昔流行った KY って喋らなくていい時に喋ってしまったりとかですね、みんなが喋っている時になんか急に話題を自分が喋りたい言葉に変えてしまったりとか、ああいうようなことです。それから、暴露や自分が知っている他人の秘密をいろんな人に言いふらしまくるっていう、まあ、近所のおばちゃん系って感じですよね。そういうのも信頼感を失っていく決定打になってしまいますので、人の秘密を握ったとしても喋りベラベラに喋りまくるのは、防ぎましょうということです。それから、うっかりやですね、まあ、自分のやっていることに不注意が多いと、でまたミスをして修正してっていうのを繰り返してくると、また何々さんミスしてもうそろそろそれやめてくんないっていう風な感じになってしまうと、いろいろこう小刻みに募らせてしまうので、それも注意しましょうと。それから、邪魔しいですね、他人がやっていることとか、人と人とか喋っていることに割って入ったりとかするタイプっていうのは、これも鬱陶しがられてしまってアウトですよというところです。それから、まあ、不平不満、おこれは多くの人があるんじゃないですか。他人のやっていることとか会社のこととかがとにかく文句を言いまくる人、自分で何もせずに文句ばかり言って、行動一切しないというようなタイプっていうのは残念ながら嫌われています。じゃあお前あんな何か自分でやったらどうなんだみたいな感じで言われてしまう。それから、権威の無視です。これはまあいわゆる先輩後輩とか上司部下っていう関係のところで、目上の人に対して礼儀を尽くさないような人っていうのは不損を買ってしまって、残念ながらもうお前はいいというふうになってしまうという感じです。それから最後、知ったかぶりで、知らないのに知ってますよ知ってますよっていうふうになると、やっぱりもうだんだんバレてきますよね、最後の方になってくると。だからそういう人たちっていうのも残念ながら最終的には、もう知らないならもういいよいいよ、君はいいから、もう十分バイバイ帰ってみたいな風になってしまうというところですので、まあ、そういったポイントを注意していただけたらと思います。以上が他人の行動に関する地雷ポイントというところでご紹介をしてきました。あと残りの4つのポイントっていうのは次回以降の動画でまたパート2、3、4、5っていう形でご紹介をしていこうというふうに思いますので、またご覧いただけたらなというふうに思います。やっぱり人間関係というのはね、積み重ねていくものではあるんですけれども、壊れる時っていうのは一瞬になってしまいますから、そこ注意してね、取り組んでいただけると非常にいいんじゃないかなと。逆に、まあ、人間関係に悩んでいる人っていうのは自分がそのポイント踏んでないかっていうのだけ注意して、普通に生活してもらえるといいのではないかなというふうに思います。まあ、これはやっぱりいじめとかっていうのも知らず知らずにこのポイントを踏んでしまったが故にその対象になってしまうっていう、意図してないのにそうなってしまうっていう人たちも当然いてしまう話になりますから、そういった方々のお力にもなれるその動画になっていればいいなというふうに思います。ということで、本日の動画以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。